まりないバックドロップを引っ提げての来日であります。一段とパワーが加わりました。そのアブドラズブッチャー、これを睨みつけるインディアン州長和風マクダニエル。さあ2人の睨み合い、2人の激しい睨み合いです。果たして花束の贈呈のセレモニーがあるんですが、花束を素直に受けるかどうか。和風も受けません。もちろんアブドラドブッチャーもこの花束を受けません。早くも上樋口レフリーが両選手をコーナーに分けました。これより両選手の紹介がありますが、さあこの紹介を果たしていけるかどうか。アブドラドブッチャー悪くて強い、しかしファンのパートをがっちり掴んでますね。アブドラドブッチャー和風マクダニエル、インディアンレスラーへの総帥であります和風マクダニエル。さあいよいよ30分の一本勝負、夢のゴールデンカード実現。素晴らしいカードが実現しましたね、竹内さん。しかしですね、このカードがもし日本で実現したということを聞きましたらね、アメリカの方はびっくりすると思いますね。本当ですね。まず和風の攻撃であります。しかしまあこのカードはですね、立ち上がり今一発平手打ちを見せましたけれども、何かこうレスリングにならないような感じがするんですけれどもね、どうです？当然パワーとパワーの激突、それにラフは噛み合ってくるわけですね。そうですね。それからね、アメリカでのまあいがみ合いというふうにお伝えしたんですけれども、竹内さん、アメリカでのいがみ合いはどういう形で、一度いつ頃から始まってるんですか？もうここ 3,4 年ですね、ノースカロライナ、オクラホマ、ジョージア、はい、この辺りで要するにブッチャー軍団とですね、マクダニエル軍団がそれぞれ対決してるわけですね。そうですか。ただですね、両対象同士というのはなぜかアメリカでは対決していないんですよ。日本で初めて対決。そうです。そうですか。興味ある一戦です。さあ早くもサイドからの頭突きを出しました。アブドラドブッチャン、黒の軍団の総帥であります。首ネックを捉えて、まず和風を場外に送り出しました。今夜も今回の来日で初めてつきましたブラック、黒の柔道着を身につけましたアブドラザブッチャーであります。さあそして追い打ちをかけます和風マクダニエルが下。さあ早くも左の耳に噛みついている。アブドラザブッチャーが左の耳に噛みついている。そしてガッチリと首を固定しています。ガッチリと首を固定して本土席の机の上にぶつけた。すごいパワーです。これがブラックパワー、ものすごいパワーだ。ものすごい音が耳まで皆さん達しているかと思われますが、さあ両選手が今度は立ち向かうところでありますけれども、上樋口レフリーが間に入りました。どうやらあまり場外での乱戦を下げているようですね。上樋口はね、何としても早くリングの中に入ると言わんばかり。しかし本部席の長い椅子を持ち出した。外にはポリ出す。そして再びリングの中に入りました。なんとか上樋口レフリーは、竹内さん、リングの中で四角いジャングルでレスリングをさせようとしてますね。これは当然ですね。これはいいレフリングですね。さあ今度は和風がこれです。トマホークチョップ、片手一本のトマホークチョップ。しかし今回の来日では両方の手を合わせましてダブルトマホークチョップ。これだ、帰りました。3回目で完工。しかしブッチャーの額はまだ切れておりません。おっと、一本血が流れましたね。そうですね、和風がね、今の和風マクダニエルは先ほど場外乱戦の時に額で、机で額を切ったというレポートが今入っておりますが、今度はアブドラドブッチャーの額目が開けまして、徹底的にトマホーク1本、これに縛ったようですね。しかしですね、あのタフなブッチャーがですね、これを開けるとどうしようもないですね。なるほどね。さあ最後に打ちましたのはダブルトマホークチョップです。和風は失血、そして手刀を垂直に落としました。切れ味鋭いトマホークチョップ、そのままカバーの体勢。カバーの体勢は和風マクダニエルであります。しかしこの道の空にやってまいりましての、今流血をしておりますアブドラドブッチャーの人気はすごい凄まじいものがあります。さあ和風が起こります。手刀を落とす、もう徹底的にトマホークチョップ一本やり。アブドラドブッチャーの額はもうギザギザに裂かれました。しかし流血を見ますと、さらにエキサイトしたレスリングを展開する、これがアブドラドブッチャーのパターンであります。一方的に打たせてますかね。完全な和風のペースになってますね。和風のペースと見ていいんですか？ともかくですね、和風は怒れば怒るほど強くなってきますからね、これやっぱりブッチャーが先に仕掛けたのかですね、作戦的にはマイナスに出てますね今は。ああそうですか。しかし一方のアブドラドブッチャーも徹底的に打たせておいて満を持して、マッカのタイミングで攻撃してまいりますよね。これは危ないですね。危ないですね。さあ左の腕を取りました。あっと、ものすごい響き、バジーンという力、非常にパワーの加わりました。水平チョップを見せました。そしてトマホークチョップ、額はもう完全に割れました。縦に割れました。3本の額からものすごい流血であります。ダラダラと流れる血、アブドラドブッチャー。しかし和風マクダニエルの左の腕の流血も凄まじい。両選手流
血さんになりました。どうしてもこの両者の試合は興味ないものすごい流血であります。ダラダラと流れるうちアブドラドブッチャー、しかしバフーマクダニエルの流血さんになりました。どうしてもこの両者の試合は興味ないと決着がつきません。そして今度は地獄突きヘッドバット、打たれて切られた、パックリ口の開いた額目がけまして正面からのヘッドバット、逆水平で返すが地獄突き、その倍の力で返します。アブドラドブッチャーの地獄突きであります。凄まじいファイトを展開する本当に夢のドリームマッチ、バフーマクダニエル対アブドラドブッチャーの試合が今日本のリング上で行われています。アメリカの対決ではいわゆるいがみ合いはあったんですけれども出現はしませんでした。いかにもこの79年世界最強タッグ決定リーグ戦の夢のドリームマッチというような感じがいたします。本当にこの対決を見られるだけでも竹内さん我々幸せですね。本当信じられないカードですね。さあ場外またしても乱戦の様相を呈してまいりました。左側には赤い鉄柱がありますが満員のお客様の椅子がきちみます。椅子がきちみます。ぐん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 奥へ突っ込む、ぐん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 奥へ突っ込みました。バフーマクダニエルがまたしてもスマホをチョップ、背中を見せておりますのはアブドラドブッチャー、正面を向いて、さあ2人がいがみ合い、そして取っ組み合い、両選手の姿はなくなりました。どうやら上手口のこう姿が見えているだけ、お客様の頭で両選手の動きは見えませんが、椅子が倒れます。その音だけが何か不気味ですが、おっとここでゴングを要請、やり合います。やっと両選手の顔が捉えられました。和風が立ち上がりました。そして思い切ってもうこの壁の向こうはこの体育館の庭の正面の庭になってるんですけれども、あるいはそこまで突撃するか。どうやらストレートマッチの様相を呈してきた。ストレートマッチの様相を呈してまいりました。両選手の姿は消えました。正式な判定は勝負の方ですね。両者リングアウト5分25秒ですね。両者また今和風が戻ってまいりました、はい、両者リングアウトというふうにひとまず申し上げておきますが、先に和風マクダニエルがリングの中中央に立ちました。俺の勝ちだと言わんばかり、自分で手を挙げております。ブッチャーが帰ってきます。すごいお客様の足音が聞こえます。さあブッチャーがどうやら、おっと凄まじい競争で唇をわな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 震わせながら今またリングの中に戻ってまいります。待ち受けておりますのは和風マクダニエル。さあ場外でまた始まる、目の中に指を入れた地獄突きで返すアブドラドブッチャー、激しい水平打ちを見舞いました。和風ももう気が狂ったようだ。インディアンが送りますとすごい競争になりますね。やはりデッドパワーの怖さですね。デッドパワーですね。本当にデッドパワーを大いに発揮しています。さあお客様がもう波のように後ろに下がったり前の方に出たり前後左右に動き回っておりますが、コワゴワアブドラドブッチャーのそばにも近寄っておりますが、さあ今度はステージの方に上がったのはアブドラザブッチャーだ。これを和風マクダニエルが果たして追いかけるかどうか。さあそしておっとイントレが動く、第1カメラの、イントレが動きました。しかしカメラは和風はですね、ステージの下にいまして下からブッチャーに視線を合わせています。わかりました。さあ背中を見せておりますこのアブドラザブッチャーです。しかし第1カメラのカメラマンは非常にびっくりしたことでしょう。イントレがもう大いに前後に揺れました。まだ大きな背中が見えます。アブドラザブッチャーやっとドレッシングのホームに戻ろうとするアブドラザブッチャーですが、まだ和風がまだやる気満々の表情でのしのしとこちらの方に近づいてまいります。両者リングアウトということで日本のリング上でも決着がつきませんでしたね。竹内さんね、このカードはですね、はい、ぜひもう一度やって決着をつけてほしいですね。なんでね、まさに夢のドリームカードですよね。アメリカでのいがみ合いが結局海を渡りまして日本で実現したんでありますけれども、両者の激しい憤り、両者流血によりましてとうとう場外での両者リングアウト。やっと和風マクダニエルが戻ろうとしております。また来ますか。また来ますね。また来ますか。はい、アブドラドブッチャーがまた来ようというところ、さあお客様の声援に迎えられます。このアブドラドブッチャーの競争です。あの空手殺法の極意、このスタイルを見ないとお客さんは帰れないんでしょうね。今空手スタイルを見せましたらお客様がわーっと喜びました。さあ放送席の前を通過しようとしておりますけれど、おっと私どもの放送席がもう崩れるようにして放送席の机がめちゃくちゃにされました。上樋口レフリーに何か注文をつけておりますが、どうやら口の動きから見ておりますと和風はどこだと言っております。唇をわなわなと震わせます。アブドラザブッチャーのものすごい競争、しかし人気はあります。悪の代表のアブドラザブッチャー、漫画の主人公にもなりました。本当に日本で出世したレスラーのもう、一番の人というふうに言っても過言ではありません。アブドラ
ッチャーです。今やもう夏以来、日本でのシリーズはもう全てに出場しております。日本とプエルトリコが主戦場になりました。さあやっとの思いでアブドラザブッチャーが帰ろうとしておりますけれども、どうやら両選手落ち着いたようでございます。日本テレビの全日本プロレス中継、79年世界最強タッグ決定リーグ戦、この放送は宮城県スポーツセンターより全国のプロレスファンの皆様にお送りしています。